嫁は浮気してると思う。そんな感じがしている。嫁は俺が怪しいと感じていることは気づいていないようで、笑顔で俺に話しかけてくる。まだ確信には至っていないが、浮気している可能性は高いだろう。今思えば家事もなんだか雑になっている気がするし、今までは毎日手の込んだ料理を作ってくれていたのに、最近はデパ地下のお惣菜が多いし、カップ麺の日だってあった。別に家事や料理を毎日完璧にしろとは言わない。専業主婦だって休みたい日もあるだろう。俺自身一人暮らしの期間が長かったから、自炊や家事の大変さは理解している。だけど結婚してから5年間いつも完璧に家事をやっていた嫁の代わり用に疑いの目を向けてしまうのは、正直仕方ない部分もあるんじゃないかと思う。それに俺が嫁を疑う理由は他にもある。最近嫁はやたらと服を買うようになっていて、毎日のように鏡の前でファッションショーをしているし、スマホも肌身離さず持っていて、トイレや風呂場にまで持って行っている。俺たちには子供がいないから、ママ友とのお茶会や連絡のやり取りはない。もうお互い30歳だし、日中に頻繁に会える友達も多くはないだろう。嫁のスマホには鍵がかかっているし、肌身離さず持っているから、こっそり調べるタイミングすらない。なんとなく悶々とする日々が続いた。嫁に直接聞こうか。いやでも何の証拠もなしに浮気してるだろうなんて聞いても答えてくれないだろうし、もし違ったら夫婦の仲をただこじらせるだけだ。高博？ねえ高博聞いてる？え、あ、ごめん、何？もうどうせ仕事のこと考えてたんでしょう。ごめん。再来週の土曜日のことなんだけど。再来週の土曜日といえば俺たちの結婚記念日だ。そっか、嫁は俺たち夫婦のことをちゃんと考えてくれてるんだな。だって結婚記念日のことを話そうとしてくれてるんだから。疑って悪かったな。やっぱり嫁は浮気なんかしてないんだ。高校の同級生に温泉旅行誘われちゃってさ、一泊二日で泊まってくるからご飯とか自分でお願いね。え、温泉旅行？うん、久しぶりだから楽しみ。何着てこっかな。俺はショックだった。嫁は結婚記念日のけの字も言わなかった。それに行ってもいいという確認ではなく、行ってくるからってことは、完全にその日が記念日だということを忘れているということだ。5年も結婚生活を続けていればこんなことはあるという人もいるかもしれないが、俺としてはやっぱり浮気という線を捨てられないという考えが浮かんでしまった。それで俺に頼みに来たってわけか。やっぱり怪しいと思う気持ちが拭えなくて、すっきりさせるためにも白黒はっきりさせたいんだ。ちゃんと費用は払うからさ、頼む。わかった、しばらく奥さんのことを調べるよ。ヒロシは俺の大学時代の友人で、現在は探偵をしている。浮気や不倫調査が得意らしく、証拠写真などをバッチリ押さえてくるということで評判がいいらしい。まあそれだけ浮気している人が多いというのも悲しい話だが。すると1週間後、ヒロシから連絡が来た。お前、奥さんがスポーツジムに通ってることは知ってたか？ああ、たまに行ってるって。この1週間毎日のように来てるぞ。ええ？とりあえず俺も体験入会してみたんだが、専属の男性トレーナーと何やら親密そうにしてるな。まさかそいつが不倫相手？可能性は高いな。引き続き調査を続けるよ。そんな、やっぱり浮気してたのか。でもジムのトレーナーなら密着状態でやり取りすることもあるだろうから、傍から見たら親密に見えるだけで何もないかもしれない。俺は白であってほしいと思いながら、ヒロシからの調査結果を待った。
だが俺の期待はあっさりと裏切られることになる。数日後、ヒロシから嫁とジムのトレーナーがホテルに入った写真が送られてきた。本当にショックだった。浮気を疑ってはいたが、いざ目の当たりにすると悲しくてどうしようもないほど辛かった。どうして浮気なんか。そんなことを考えていると、精神的な苦痛が肉体にも影響したのか、俺は39度を超える熱を出してしまった。大丈夫？ああ、今日は会社を休むよ。幸い明日から週末だし、土日で直せば月曜には出社できるだろう。そうね、とりあえず食材とか 2,3 日分の必要なもの買ってくるわ。え、もしかして明日の温泉旅行行く気なのか。嫁の顔が急に不機嫌になる。え、ダメなの？だって俺体調不良なのに。ただの熱じゃない。子供じゃないんだから別に一人でも大丈夫でしょ。それにご飯は作り置きしておくから。そうまでして旅行に行きたいのか。さっきから何？なんかやけに突っかかってくるけど。いや、いいよ。悪かったな、体調不良でちょっとピリピリしてただけだ。私がいなくて寂しいってこと？可愛いところあるわね。自然な笑顔を向けてくる嫁をこの時初めて怖いと思った。こいつはこんな風な笑みを浮かべながら裏では不倫をしているだなんて、ちょっと女性不信に陥りそうだ。じゃあ行ってくるわね。ああ、行ってらっしゃい。嫁が出て行ったのを確認してから俺はヒロシに連絡した。どうだ？今出てきたよ。マンションから少し離れたところで止めてある車に近づいて行ってる。あ、ジムのトレーナーが車から出てきたよ。バッチリ写真にも収めた。そうか、わかった。ヒロシに頼み離婚届を取りに行ってもらい、その間に俺は弁護士に離婚や慰謝料請求のための準備を依頼した。完全に黒だとわかった今、嫁に対して遠慮する必要はない。しっかりと罪を償ってもらわなきゃ。離婚後のことをどうしようかなどいろいろと考えていたら、あっという間に熱は下がっていた。そして翌日昼過ぎに嫁は帰ってきた。ただいま。家はやっぱり落ち着くね。高弘、熱下がった？おかえり。うん、もう大丈夫。そう、よかった。さきは不倫楽しかった？え？俺が気づいてないとでも思った。何のこと？だって温泉旅行は不倫相手と言ってたんだろ。高校の同級生だって説明したでしょ。高弘、やっぱりまだ熱あるんじゃないの？触らないでくれ。他の男と触れ合った汚い手で。ちょっと何よ。浮気を疑うなんてひどいわ。いくら体調が悪いからって言っていいことと悪いことがあるわ。俺が何の証拠もなくこんなこと言ってるとでも思ったのか。え？これは俺が探偵の友人に揃えてもらった証拠写真だ。ホテルに入っていく写真や、昨日不倫相手の車に乗り込んだ時の写真だ。これでもう言い逃れはできないぞ。そんな最低。裏でこそこそこんなことしてたの？それはこっちのセリフだろう。裏でこそこそ悪いことしてたのはお前の方だ。本当ちっちゃい男。はあ？あんたってさ、自分が浮気された理由は何とか考えないわけ？なんだよ急に。俺が原因だって言いたいのか？そうよ、あんたが悪いのよ。俺が何したって言うんだ。俺は咲のことを一番に考えてたし、だから仕事も一生懸命に頑張ってお金を家に入れて、咲が働かずに済むような生活もさせてきたつもりだ。不倫されるようなことは何も。あんたといてもつまらないの。え？顔も普通、稼ぎも普通で、ものすごい贅沢ができるほどじゃない。趣味も合わないし、話もつまらないし、夜も下手だし。あんたと一緒にいるメリットは専業主婦でいられるということだけね。
だから私が刺激を求めて不倫するのは当たり前でしょ。むしろあんたみたいなのと結婚してあげてるこっちの身にもなってほしいわ。お前そんなこと思ってたのか。だから何、どうせあんたみたいな平凡な人間離婚する勇気もないくせに。いい加減にしろ。少しでも反省の気持ちを見せたならちゃんと話し合いをしようとも思っていたが、どうやらお前はただのクズだったようだな。はあ、あんたの分際で何生意気なこと言ってんの。とにかくこれに今すぐサインしろ。な、離婚届？あんたいつの間にこんなの用意したのよ。俺に離婚する勇気はないだって。お前みたいな女と結婚生活を続けるくらいならな、死んだ方がマシだよ。お前の顔なんてもう見たくもない。何よ、私だってあんたの顔なんてもう見たくないわ。気持ち悪い。サインしてやるわよ。どうせ別れても私にはあの人がいるんだから。不倫相手のことが？そうよ。ひょろくてガリガリなあんたと違ってがっちりとした筋肉をしてて男らしいかっこいい人なんだから。あんたなんかよりも数倍魅力的よ。そっかそっか。まあせいぜい最低な人間同士一緒になれば今よりも苦労するかもしれないけどな。どういう意味よ。別に、とりあえずこれで俺とお前はもう赤の他人だから話すことなんてないだろう。ふん、そうね。あんたみたいな何の取り柄もない男と離れられてせいせいするわ。そう言って嫁は荷物をまとめて出て行った。5年間も続いた結婚生活はあっけなく終わりを迎えた。だが嫁のあんなひどい本性を知った今、ショックでも何でもなかった。むしろ別れられて正解だ。さてここから嫁を地獄に突き落とす時間だ。数日後、案の定実家に戻った元嫁から電話が来た。ちょっと、慰謝料請求の通知が来たけど、どういうこと？当たり前だろ、お前の不倫が原因で離婚なんだから。信じられない。専業主婦の私になんでそんなことするの？悪いことしたから裁かれるんだよ。黙って支払え。金がないんなら不倫相手に払ってもらえばいいだろうよ。そうね、どうせ私はあの人と一緒になるんだからそうするわ。まあちゃんと払えるかどうか疑問だけどな。何言ってるのよ。ジムのトレーナーもちゃんと会社の社員なんだからそれなりの収入はあるのよ。そっか、じゃあ大丈夫だな。俺からの慰謝料と奥さんからの慰謝料を合わせたら結構な金額になるとは思うけど。不倫の証拠写真俺が奥さんにも送っておいたから。え？奥さん？どういうこと？あれ？お前知らなかったの？お前の不倫相手既婚者だぞ。そんな知らないわよ。あらら、じゃあもしかしたら不倫相手にとってはただの遊びだったのかもな。そんな、だから連絡がつかないのかしら。要するにお前は捨てられたってことだな。嘘よ、そんな。だってあんなに私のこと愛してるって。いや知らんけど、とりあえず俺が請求する慰謝料ちゃんと支払えよな。じゃ、ちょっと待っ。そう言って俺は電話を切ってやった。それから元嫁と不倫相手に慰謝料を請求。結局元嫁は不倫相手から見捨てられたようで、慰謝料を自分の力で支払わなければならず、現在は夜の仕事をしているそうだ。大変な仕事のせいで精神的にやられているらしいが、収入のほとんどが慰謝料の支払いに回されるため極貧生活を強いられていて、余計に心を病んでいるとのこと。まあ自業自得だし、ああいう性悪女には少しくらい痛い目に遭ってもらわないと。一方俺は今回の悔しい思いを仕事に全振りした結果、昇進して収入が大幅に増えた。現在は高級マンションに住みながら彼女もできてとても楽しい日々を送っている。彼女との相性もいいので、もう少し交際を続けたら結婚するつもりだ。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。